ひらき。ひき、ひきは、発電、変電、送電、配電系統の電力機器や、電力の供給を受ける、需要化の需要機器、有線通信回線、空中線系、通信機器などを、雷などにより生じる、過渡的な異常高電圧から保護する、いわゆるサージ防護機器の一つである。日本では、サージ防護機器すべてを、ひいきと呼ぶこともあるが、 ここでは、国際電気標準会議、IEC 及び日本工業企画、JIS に定めるサージ防護デバイス、SPD、サージプロテクティブデバイスについて述べる。屋外に設置される、送配電線、電力線や電話線、空中線などは、雷の影響を受けやすい。しかし、電位差をなくす、あるいは小さくして回路に、サージ電圧がかからないようにすれば、 サージ電流は流れず、回路の損傷はなくなる。そこで、回路中に意図的に絶縁の弱い部分を作り、ここをサージ電圧によって破壊、サージ電流をバイパスさせることにより、サージ電圧を抑制、重要な回路部分を保護する手段を取る。しかし、ただ破壊するだけでは破壊した部分を修復するまで、機器が使用できないなどの問題が生じることから、サージ収束後、 直ちに元の絶縁を回復する機能を持たせたものが、平井機である。最も強力な雷由来のサージも処理することから、平井機の名があるが、実際のサージは、雷由来のサージよりも、スイッチやモーター、各種電源装置、各種通信装置などに由来するものの方が、他、平井機はこれらからのサージも、適正に処理する必要がある。このことから、 その正式名称は IEC により、サージ防護デバイス、SPD、サージュプロテクティブデバイスに統一され、広範な EMI、電磁気妨害対策用部品としての位置づけがされた。他にも従来の英語から、アレスタなど、様々な故障がある。平井機の歴史は古く、例えば送配電用としては、1900年代初頭に酸化アルミニウム平井機が、 実用化されており、1930年代には単価計測、シックを用いた、弁定高開来が登場、1980年代からより、特性の優れた、酸化炎、座の開来に変わってきている。日本では、高圧送配電系統については IEC による、規格統一以前より、飛来機の設置が義務付けられており、電気規格調査会チェック203。 チェック217さらに JISC4608 などの規格があったが、これ以外の低圧回路などに用いる、来機については特に規定されていなかった。しかし IEC による規格統一に、日本の JIS も追従、IEC の統一規格に従い、低圧電源用来機などについても JIS に規定された。落雷について、来機はそれ単体で、 全てのサージを処理させるものではなく、飛来設備の中で一部のサージを処理する部品であり、1万1の場合には、自身が焼損、破壊して他の部分を保護する目的部品であることから、特に防火性能が求められる。このため特に数多く後半に用いられる、低圧電源用飛来機などについて、アメリカ保険業者安全試験所、ウルで5つのタイプに分類。 それぞれ性能にかかる詳細が定められ、飛来システムにおける、使用の詳細、適用も定められた。飛来機とはおおむね、サージ抑制要素し、サージュサポレーションデバイスを回路等に使用できるようにしたものを言う。なお、サージュサポレーションディバイセスとした場合には、飛来機そのものを示すことがある。2018年現在、4種類程度ある。 上述のサージ抑制素子単体もしくは組み合わせたものである。右の写真は日本で発明された紙開き低圧電源用紙コンデンサ型開きである。初期発明当初のものは紙コンデンサのみの開きであったが後に GDT が追加されて直列にャップ付け開き紙コンデンサ部分を特性要素とするものになった。サージにより 導通すると紙コンデンサの白電極に穴が開いて、続流遮断するとともに、この穴の数とそれぞれの穴の大きさを目視計測することにより、需要化の電源回路に、どの程度のサージの影響があったのかを知ることができる、簡易なサージ計測器としての機能を兼ね備えたもであった。以下、汎用開機、低圧系統用の実番号を示す。より詳しくは、 それぞれの規格を参照されたい。平駅には、いざという時には大電流を、バイパス、自身は故障して、他の部分や機器を保護する責務がある。このため、安全に故障することは、平駅の重要な性能の一つである。従来、平駅については、その純電気的な部分、すなわち、定格範囲において、いかに電圧を抑制するかが重視され、定格を超える。 サージ処理を行った際に生じる、飛来機の発煙発火等については、これを収める容器などによって、使用者側で適宜対応、防護することとされてきたが、雷サージの大きさが解明され、飛来システムの中で、飛来機に処理させるサージの大きさが定まった現在、例えば2018年現在の売る企画では、飛来機そのものに、具体的な防護機能を求める。 数値化された安全規定となっている。来機の別により詳細な数値規定があるが、基本的にはいずれも防火と関連防止、また火傷防止に関する規定であり、来機に切り離し装置を内蔵した場合でも、外置きとした場合でも、その遮断機あるいはヒューズ等の SCCR を想定される最悪電流値を超えるものとして、発煙、発火させないこと、各電極を最悪時でも、 確実に保護し、感全事故に至らせないこと、また飛来機の温度上昇を規定以内として、火傷防止すること等を求められ、これらは公的にも規制されている。日本の場合、実数において、これらの詳細な安全規定はなく、公的な規制もないが、危険であることに違いはないから、飛来機を確実に、飛来システムの中で使用し、最悪の場合でも、 最悪の事故に至らぬようにするため、日本雷保護システム工業会、ジャルパは、広報と合わせ、不足している専門技術者の育成を図り、雷保護製品等の品質、性能等について、社会的信頼性の向上を図るといった活動を行っている。また、あくまでも民間検定で法的効力はないが、 特定非営利活動法人による雷保護システム技能者の養成などもやれるようになり、合わせて世界標準の設計からアフターケアまで一貫した人的システム構築の模索が始まっている。すなわち各国ガベット、各国の消防法等に規定、要求している規格に従って選択しなければならない。代表的な企画は以下の通りである。日本では高圧送電、 高圧配電等について、ジスとは別に、法規定されていることから、これは別途、所定の試験に合格したものを選択しなければ、ならないが、それ以外の一般低圧回路用等の開きについては2018年現在、付随する法規制等、消防法等での要求はないため、上述ジ,ジスの各技術基準を参考として、それぞれのシステムで最適となるものを選択する。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。